はい、えー、ゲームコレクターの酒館です。本日は2020年12月26日、作館学院ゲームコレクター部スタートです。<laughs> この配信はゲームコレクターの酒館が毎日25時頃に約30分間ふわっちで、えー、生配信をしている番組です、えー。チャンネル登録よろしくお願いします。また、えー 概要欄にね、僕が関わってるキンドル本へのリンクがありますので、えっ、ー、とご興味のある方もとは、もしくは僕のコレクター活動にご支援、ご賛同いただける方は、ぜひキンドル本を読んでください。また、えー、お仕事のね、連絡はいつでもお待ちしております。はい。ということで、えっ、ー、と、本日のね、予定はね、えっ、ー、と、いつもの 3DO の話がブレードフォース。<laughs> で、えっ、ー、と、 今日はねファミツーさんのえっ、ー、と販売本数ランキングが更新されたんでその話をしてでその後ちょっとゲームラボのねえっ、ー、と年末年始20 2021かの補足をちょっとしようかなと思ってますで最後時間があればあじゃない最後本日の記念日ゲームという流れですねはいということであ なんかタブレットでちょっと見やすくなってるな。まあいいや。<laughs> えっと、えー、っとね。そうだな。今日は、まあいいや。最後のゲームラボの補足に時間を使いたいから、そのまま行きましょう。えー、っと。 ブレードフォースですね。えっと 3DO のブレードフォースなんですが、えっと、これは1995年の10月20日発売のタイトルになります。まあ、いかにも洋芸っていうか、ちょっと個性的なね、えっと、人間のキャラクターの絵柄出るんですが、まあ演出のところ <laughs>、演出のところです。まあ、要はアクションっていうか 3D シューティングがメインで、その前後にストーリーが入って、そこの ところのキャラクターがちょっと絵的に濃いキャラクター使われてるんですけどまあ要はあの何て言えばいいのかなまあまあ設定的にはロボコップとかみたいなもんですよまあ自分がこうなんか取り締まりするやつでで敵のボスを 捕まえるとかそういうストーリー設定ですねまあ、裏読んでみましょう 3DO 最高速ホルポリゴンシューティングなかなか大げさなんですけどね2110年かつてロサンゼルスと呼ばれた都市は崩壊し凶悪犯罪都市メガグリッドへと その姿を変えていたブレードホースは3 d を最高速の1秒間24フレームこれなかなかねやっぱり今聞くとどうなのか分かんないけどまあ3 d を最高速っていうからねまあ当時としては1秒間24フレームすごかったんだろうなって思ったりとかあと360度フルポリゴン 3D シューティングゲームまあ360度フルポリゴンって言われてもまあ360度は多分 3D にかかってくるのかな。 まあまあいいや。その迫力、そのリアルな浮遊感覚はまだ誰も体験したことのない新しい世界だ。今、最高速 3D、あ、違う、最高速360度フルポリゴンショックが君を襲う。360度フルポリゴンショックってすごいよね。 <laughs> フルポリゴンはフルポリゴン360度は360度分けて最高速もまた違う言葉だろうってね感じがするんだけどまあ何でこういうふうにねこう大げさな感じに言ってるかというとまあ一応これはえー、っとねえー、まあドラえもんのタケコプターじゃないんだけどまあプレイヤー自身は空飛んでるんですよ。まあ、ヘリコプター的な感じなんだけどもまあ,あの要は自分が飛んで あ打ち,こっち行きながら敵倒したりとかまあいろいろ目的を達成していくような感じのタイプのゲームなんでまあ360度見回せるしでまあ、まあね、上下もまあ360度って言っていいのかわかんないけどまあ上からねこうやっつけていってまあ高さも変えていくんでまあまあフライトシミュレーター系のノリがないこともないかなって感じですね。だちょっとね割とね割こう主観視点 っって言っていいのかなまあちょっとカメラがちょっと癖があるかなという感じのゲームですはい一応中も見とくかえー、っとあこれスタジオ 3D 用かまあいいやまあこんな感じでねメデューシャ・シスターズってもう完全にもう人間じゃないじゃんもうこの髪型っていうよりはこういうね <laughs> 感じになるとまあいいんですけど えーっとでかストーリー軽く読めるとこないかなヘリパッドフライトスーツですねこれがプレイヤーが身につけてるものですね、うん、これあここら辺でいいか、えー、メガグリッドの街を自分たちの背に取り戻すため残されたわずかな警官たち犯罪の増加をるえる人々,が人々などが 小さな地下運動を組織したそして、えー、まあジャッジ・ドレッドとかあんな感じなのかな <laughs>。そして君がただ一人のヘリパックパイロットとして彼らのヒーローであり最も重要な盟友なのだ。地下組織からの武器や情報の援助を生かしミッションを成し遂げてくれって感じなんですけど。まあまあヘリパック ヘリパックパイロット、ヘリパックパイロット言われても、ヘリパックってなんだよって感じになるけど、まあ空と、まあ自分、まあ竹コプター、竹コプター的なノリだけど、なんか全身にこうなんか身につけてるぞぐらいのイメージでいいかと思います。はい。まあ2110年なんでね、あの設定が。ドラえもんの設定2112年だから、まあ大体禁止してるんで、まあ似たような技術が、まあ竹コプター、ヘリパック、 えー、なんだまあいいや <laughs>。まあ似たようなものがあるってそこでまあいいかと思います。ということでね、3D 表のタイトル気になる人は、えっとゲームコレクター作家のアンコンプリート3 d i キンドル本よろしくお願いします。ということで、ファミツーさんのね、販売本数ランキングをちょっと見ていこうかと思います。えー、っと <laughs>、今週はね、 えと2020年12月のあれこれちょっと待って12月14日から 20, 20日までですねだからあと2週間分内が入らないと今年いっぱいの振り返りができないので,で今日26です、まあ、25に更新されたから、まあ、次の更新が <laughs> えっと32位だから1日ですね1月8日だから1月8日9日ぐらいの配信でね あの多分2020年の振り返りができるかなと思いますだから年内はこれが販売本数ランキングの更新がまあに31日に更新があるかどうかですねはい。まああって 簡単にやるか、まあいいや。まあそんな感じです。で、まあちょっと一応見ていきますと1位がね。桃太郎電鉄平成あ違う。昭和平成令和も定番がえっ、ー、と20万1本で累計96万本ということで。まあこれ年内ミリオン達成いきますね。 まあ出荷は一部も見よう言ってるだろうしね、これ。で、2位、えー、と集まれ動物の森が95,097本で、累計627万35 353本。3位がリングフィットアドベンチャーで5万8,654本で、累計202 20万8,444本。でかいですね、数字が。大体この辺の、まあ、10月、11月ぐらいまでと、この辺でもう、 1>, 1万ちょい超えぐらいのねランキングになってたまあリングヒットでは3万ぐらいあったかな当時でもで4位マリオカート8デラックスが44,450本 <laughs> ピクミン3が5位で4万な359本というんでここね4位5位で4万台まあクリスマスシーズンだなーってところです6位マインクラフト7位大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル8位スーパーマリオパーティーまでが3万台ですね でえー、と9位、スーパーマリオ 3D コレクション、10位、世界の遊び大全、51位、11位、ポケットモンスター、ソードシールドプラスエキスパンション、で12位のゼルダム双薬災の、えっ、ー、と、目視録、えーと、13位の妖怪学園 Y、YY 学園生活、14位、ポケットモンスター、ソードシールドのところまでがこう 2, 2万超えですね。だポケモンはね、ポケモンのそのエキスパンション パスが付いてるバージョンを買う人が2万3189人いるのに対してエクスパンションパス付けないやつの、まあ、今まで出てた通常版買う人が2万10811本というところでね <laughs>、うん、まあ価格差あるっちゃあるんだけど3000円ぐらいねだからまあこういうのってあれかなこう子供と一緒にね親が。 クリスマスマプレゼントを買いにね売り場に行くわけですよ家電量販店でこれがいいのって思って子供はエクスパンションパス付きが欲しいって言うかもしれないけどいやこっちの方が安いからこっちにするわよみたいな感じでねこうエクスパンションパスなしバージョンをこう子供はか買わされちゃうみたいなこともあれば大人はねんこのぐらいの値段だったらエクスパンションパスの方を買おうかなみたいな感じでいろいろこうストーリーが思いついたりしますね。 で、スプラトゥーンがね、15位、1万9871本ってことで、これも2万近くいってるんですよ。まあ、その後は、とうとう飛ばして、うん、えっと、18位にファミリートレーナーが1万3189本で初登場。あとは、あとは新作とか全然入ってないですね。あ、ちなみに30位にタイコンタチスイッチに n i n t e n バージョンが6612本でランチング。 久23位に、ね「タイコンタチエンどんどこ RPG パック」が9533本なんでまあ本来なら新作が出ると旧作あんま売れなくなってくんだけどもともとこれ新作の方が3 d s で出てた旧作のこう2つ入りのバージョンなんでまあそういう意味ではどっちが新作なのっていう微妙なポジションなんですよね入ってる収録曲の関係からいくと。 まあなのでこう両方とも入ってくるっていう面白い現象がね起きてますね。うん。はい。あそう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 。で一応ねこれ妖怪落ち Y がねあ違う妖怪学園 Y か。えっとどこだ ?13 位に妖怪学園 YYY 学, y y 学園生活がね入っててこれ2万1147本で累計3万百9 0本なんですよ。 ただね、これね、ちょっとね、不思議なことなんですよ。不思議っていうか、これ実は夏頃にダウンロード1000倍で出てて、ダウンロードカードで実は7月から8月からそのぐらいの時にこう、初登場で実は入ってたんですよ。で、今回実は10 14日だっけ違うな、10、10日かな 今回のスケジュール17かな。あの先週あたりパッケージ版が出たんですよ、これ。スイッチと PS4 で。で、パッケージ版が入ってきて、なんかダウンロードコードっていうか、ダウンロードコードじゃないやダウンロードカードか。ダウンロードカード版が売れても、このランキングに反映されるし、パッケージ版が売れても反映されるんですよ。その代わり、その、えっ、ー、と、通常のね、 e ショップだったりとかアマゾンのそのなんだとかヨドバシのあの通販の本ダウンロードだと多分これ入ってこないんですよね。<laughs> ということなのでやっぱりこう妖怪ウォッチこれ確かねセロー B だと思うんですけどそれでもやっぱりこうパッケージが売れるんだなというねそういう。 半年前にね5,000だか6,000ぐらいで初登場してたんだけど今累計が3万ぐらいで今回ドッと売れてるってことはみんなパッケージ版買ってるんですよ。<笑><笑>なんでねこうなんだかんだこうダウンロードの数もなんだけどやっぱ特性があってねやっぱりまだまだこう多分子供が買うっていうのは。 親が買ってあげるんで親がこう買い与えるのにちょっとダウンロードっていうかそういう知識がないとやっぱパッケージを買うって流れが、まあ、あるのかなってそういうのが見えるようなデータな気がしました。はいでちなみにねこの販売本数ランキングをこう見てることの大事なポイントっていうのは例えばね今こうなんだろうなまあ Twitter とかでよくゲオで100円で昔のゲームを買ったとかねまあいろいろこう騒いでる人たちいるじゃないですか。でその一方でねなんかこういや昔のゲームでこれはあのー なんだろう当時あんまり売れなかったけども実は名作で価格が上がったとかいう話とか出てくるじゃないですかでもねそういうのは関係なくまあ要はたくさん売れてればたくさん物が出てればこう後々中古で流れる可能性が高まるんでそうすると名作かどうか関係なく安くなるとかねで逆にこうみんなが手放したくないと思うものはなかなかあの市場に出てこないから中古の値段が 高いだとかねあのいろいろこういう読みみたいなのがあるんですけどそこにやっぱり PS3 なり PS ビータなりまあそのぐらいから、まあ、最近はもっと忍実に出てるんですけど要はダウンロード版でいっぱい売れてるってことはパッケージが出回らないので今後数年後にそのねゲオで100円で買ったパッケージ買ったーやったーって人たちがね10年後ぐらいに今度ねあの <laughs> スイッチのやつはこれはあのあの出荷数がどうだったかなとか語るときにちゃんとこう、ね、はあの発売本数ランキングみたいなの販売本数ランキングみたいなの見ててったらあこれパッケージこんぐらい売れてるんだだから出荷してるんだよあるこう中古でいっぱい出てるんだよとかいろいろ語れるようになると思うんで、まあ、こういう、ね、見方をすると、ね、あのまた違ったこう目線で物を見れるようになると思うのであのお勉強してみて 見てはいかがでしょうか、まあ、そういうかそいところの、まあ、お話になりますで今回ねちょっとね気になったところが「えー、と桃太郎電鉄昭和平成令和も定番が」が今回20万9123本で累計で96万4207本これまあ年内に100万本いくと思うんだけど NintendoSwitch のねボードゲームといえばね実は今まで、まあ、パーティーゲームって言った方がいいかまあそれで一番売れてたのはね 今,今も一番売れてるんだけどスーパーマリオパーティーがダントツに売れてるんですよなのでちょっとそことの比較をねしてみようかと思ってこんな感じですはい、まあ、見えにくいんだけど <laughs> でこれがねスーパーマリオあこれはまあ初週から2週目3週目っていう販売本数の数字をこう累計で足してってねマリオパーティーっていうのはまあ今113週目でまあ100 何160ぐらいかなという数字になってますと。で一応こうね登り方がキュッて登ってまたキュッて登ってキュッてきてるでこれ何かっていうとここら辺がクリスマスシーズンなんですよね。だからこう1年目まあ要は1年目にここガッと売れる時期がクリスマスシーズン2年もグッとまあじわじわ売れながらもガッと上がるっていうねあのあれですよまああのー。 分かりやすすいんですよこういうのがねグラフとしてまあ今回もほら販売本数ランキングって今回のランキングって30位が30 3 0位でも6000本台なんですけど通常最近のね あの10月とかのランキング見ると多分1,000本とか2,000本ぐらいなんですよ30位ぐらいだからこの時期やっぱ売れるんですよガーンと売れるまあ売れるものはねでランク入ってこないとこう計算できないけどランク入っているから計算できるんですけどまあ桃鉄はね実はもっと早くねこう早い時にもう,こう勢いよく上がってるんでまあグラフとしてはずっとこう上,上マリオパーティーを上回るペースなわけですよ。 でこれなんでっていうのはすごい分かりやすい理由があって「マリオパーティーね」ねこれ「スーパーマリオパーティー」10月に出たんですよ。だ10月に出て11月になって12月になってクリスマスシーズンドーンなんでまあ違う要はまああのクリスマスシーズンに狙うっていうのはクリスマスシーズンにいきなりこう出して発売してドーンと売れるのもこれもいいんだけどできればその前にもう出しといてそれがこう。 でこう普通に買う人は買ってくれた上でクリスマスシーズンに入った方が、まあ、まあ自然にねこう売れるというわけです定番になるわけですよだからこのモー鉄もガーンと売れてるけどこのあとねやっぱりこういう時期に入るんだけどこういう平らな時期にね入ると思うんだけどその前にここどこまで行くか。でこうマリオパーティーと同じよううにこうね なだらかにこう上がって上を上を行けるかどうかっていうのがまあ今後の楽しみってところですねまあこれが3月ぐらいまでねこうランキング入ってたらまあ自然とこの上をこう行くんだけどランキングから外れるとまあちょっとこの辺でこうあの行方不明になってしまうかもしれないまあまあでもまあ普通に考えたら半年ぐらい行くかもしれないですよね今のスイッチのあのマインクラフトなりあの <laughs> ね、あのなんだあと「太魂達人」なりねあと「釣りスピリッツ」あの辺のこう経緯を見てるとなんかまりあ桃鉄も割とこう定番でいけそうな感じがあの個人的にはしていますいやー本当なんかコナミさんもねあのちょっと危ない時期もありましたけどもねどうにか桃鉄作れて良かったですねうん。 土井さんだけかなななちょっっとと残念なことになってるのは、うん、まあまあそういう感じですね。まあこういうランクのやつっていうのはこういろいろんか気になるデータっていうのは今後もいろいろ見ていこうかと思います。あちなみにねサイバーパンク2077あのちょっといろいろと。 ダウンロードの方はなんか一回停止したりする話題になってたあれは28位で7721本で累計112408本なんでまあこれは何だろう上乗せはしていくかもしれないけどランクから消えるのは早いかもしれないですね。うん、でこれがまあ1月とかにこうアップデートがねされた頃にもう一回こう買う人がいるかどうかっていうところがね まあ注目なのかな <laughs> という、まあちょっと寂しい感じですけど。はい。まあそんなところでしょうか。で、えー、っとそう、質問箱なんですけど、今ね、えー、っと、ペイングの質問箱あの回答率100%になってます。要は新しい質問が入ってないので、あの今質問していただけると <laughs>、割とすぐ対応できると思います。まあ、もしかしたらもう質問箱、あの、なんだろう。 あれだけ、ね、こうバンバン質問して入ってきてるのまた答えてってやってたからこうペインクの方からももうこの人にあのその定型の質問箱を投げる必要ないやって判定されたのかもしれないですねまあいいやでえっ、ー、とゲームラボ年末年始2021なんですけどもまあ今回ナムコ特集ってことはまあ以前ね配信の中でもやったんですけどえっ、ー、と僕が関わってるやつはまあ毎回言う通りえっ、ー、とナムコトリビア えとナムコトリビア集ねこうねとあとここの2020周年 PS2 時代の SCE この2個が僕が書いたページになるんですが、まあ、今回ねナムコトリビア集のちょっと補足をしようかなと思いますで一応ねナムコトリビアは6ページなんですけどもでその中にね一応こういうのがあります、まあ、読んじゃいますかね えとナ,ムコナムコトリビア。えっ、ー、と、これ何個目だろう。1、2、3、4、5、6、7、8。9番目のトリビアですね。えっ、ー、と、各ハードメーカーへの配慮がすごいっていうね。<laughs> 何のトリビアだってよく分かんないんですけども、まあ、一応こう読んでみますね。<laughs> ミスタードリラー、ソウルキャリバー2、R レーシング・エボリューションの3タイトルは、3ティッシュ同時発売の快挙を達成しています。まあ、これ、具体的に言うと、ミスタードリラーっていうのは、 えとプレイステーションドリームキャスト、えー、とゲームボーイカラーかなの3機種同時発売してるんですよ同じ日にねでそれに対して、えー、とソウルキャリバーはとあと R レーシングレボエボリューションは、えー、とゲームキューブプレステ 2XBOX、えー、のマルチですねで発売されてるんですよ まあそういうねことで3タイトル同じ日に発売っていうねことっていうのは結構豪快ですよねまあまあちょっとあのゲームボーイカラーがね一緒に出てる方が豪快っちゃ豪快なんだけど実はこの PS2 とゲームキューブと XBOX の横並びってまあ要はねあの 昔の大昔の話でいくと例えばスーハミメガドラ PC エンジン同時発売とかなんかそういうノリじゃないですかなかなかこうね各ハードメーカー特に任天堂の、ね、出てるゲームが他に出るとこう,うるさかった時代なんかからするとこう時代が変わったなぁということを感じるようなねところなんですがちょっとこの続き えーっとソウルキャリバー2中でもソウルキャリバー2の各ハードメーカーへの気配りは尋常ではありませんゲームキューブには「ゼルダの伝説」シリーズのリンク PS2 版には「鉄拳」シリーズのやえー 三島平八、Xbox 版にはアメコミのスポーンがゲームゲストキャラとして登場し、それぞれが特別版となっているのです。どれを遊ぶべきか迷ってしまう嬉しいサプライズでしたということでね、まあ、こう書いたんだけど、まあ、実際どんなパッケージかっていうところをもう少しちゃんと見ていこうというところです。で、まあ、あの、まずゲームキューブはリンクですって言ったらこういう感じなんですね。はい。 パッケージって言ってもゲームチューブこういうパッケージだからまあまあね <laughs> まあいいんですけどででそれに対して PS2 版はいここは平八がいるんだけどまあ分かりにくいんだけどねこのパッケージのデザイン的にねまあ一応こんな感じで XBOX に関して言うとまあ一応スポーンが いるんだけども、まあ、まあスポーンがいるかどうかもよく分かんないっていう,う感じなんですけど、まあ、でこう3つ揃えるとこんな感じになるんですけどね。 あの普通マルチで出すにしてもメインビジュアルって変えないんですよだから3つのハードで同じビジュアルがあるのが、まあ、R レーシングなり R レーシングエボリューションなりミスタードリガーなりなんですけどもこれは珍しく全部デザインが違うんですねちなみにあのこ,うこういうね色とかをポイントを見るのがね面白いんですけどこう多分ねこうリンクがいるから緑のソードなんですよ、ねます あのね、県なんですよ。で、それに対して、まあ、まあ。 対してかどうかわかんないんだけど、一応、えっ、ー、と、三島平八さんのイメージかどうかわかんないんだけど、こっちは青ね。まあ、ロゴの色も青に変えてるとね。で、Xbox は本来ね、周りは緑なんだけど、ここは赤でね、赤にしてると。まあ、緑と赤ってのちょっと微妙な感じもするけども、まあ、まあ、そういう感じで、こう、全部ね、ロゴの色変えて、デザインも変えてて凝ってるんですよ。ただね、この色の違いってちょっと気になるんですよ。 これなんかの色に似てるなぁと思ったらね、あの、ポケモンですよね。まあ厳密には青、青は別発売だけど、まあもともとこういう3色で出そうとしてたって話もあるんで、まあここの赤、赤、緑、青のイメージっていうのが、ここにもあるわけですよ。だからまあどれ遊ぼうかなぁっていうのは <laughs>、まあポケモンの発売日だとこうですよね。赤と緑、どっち買おうかな、どっち遊ぼうかなぁみたいな感じのノリで <laughs>、 まあこっちもね、ソウルキャリバーどれやろうかな、みたいな感じになるんだけど、まあ基本的にみんなね、ゲーム機は1台しか持ってなければね、それ、そのハードでやれって話ですよね。まあでも、こう。 日本国内でね、多分ゲーム機全部持ってるって人からすると、やっぱソウルキャリバー、このね、リンクが出るってところがやっぱり、こう、ポイントになったかもしれませんね。<laughs> まあ、そういう意味では、まあ、鉄拳が出てるから三島さん PS2 ってわかるんだけど、スポーンっていうのはやっぱりこう、なんなんだろうな、日本人的な引きはあんま強くなかったような気もします。はい。まあ、そんな感じでね、あの、こういう風にパッケージをいろいろ持ってると、まあ、いろいろ を見比べることができると、まあ、そういう感じになります。ということで、最後ね、本日の記念日ゲームですが、えー、っと、1990年の12月26日に発売されたガイアレスが、えー、っと、30周年になります。ということでね、ガイアですはい、こんな感じです。えー、っと、1人用シューティングゲームということで、えー、っと、 西暦3008年、えー、地球は,、えーはえー、環境破壊による汚染のためえー、っと廃棄惑星と化していた地上での生活が不可能となった人類は宇宙に人工コロニーを築きそこで暮らしていただが汚染がなおも勢力を増し今や滅亡寸前であったという感じでねまあ正直炭素税とか言われても ピンとこないし無理だろうって感じもしてるし多数やめろって感じなんだけどまあなんかこう環境っていうのはね結構こうなんか嘘っぱちな感じはするんだけどこういう時代からやっぱりみんなこう未来予測というかねストーリー SF のストーリー考える時にはそういう汚染って方向で考えてたんでしょうね。今の日本のね こう産業を考えるるとそこまでいいろんななものが汚染しししてる感じはしないし車だって別にガソリン使って走ってるのだってそんな環境汚染してないと思うんだけどもなぜかこう汚染って言ってるのはこういうところからの洗脳なのかなって勝手にね思ってしまったりもする今日この頃ですという感じでねまあそういう深読みしたところでこのゲームプレイする意味にはあんま関係ないんだけどまあどっちかっていうとこれもこのシューティングゲーム というよりはこのパッケージ的に言うとこの女性が気になって買った人もそれなりにいるのではないでしょうか。ということで本日はこの辺りにします。以上作家でした。おやすみなさい。